こんにちは。日頃は研ぎ屋の製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。私が研ぎ屋製品の生産管理を行っています。研ぎ屋の製品はハンドル、ブレードともに純正なる日本製を使用し、すべての工程において日本で生産されております。厳密な生産管理と最新のテクノロジーの融合した日本の最新シザースを皆様にお届けしますので、その切れ味を楽しんでみてください。それではこれからも研ぎ屋の製品をよろしくお願いいたします。今加工しております。砥石は、回転しておりまして、ハサミのワークがこのように回っております。これを繰り返しを4回加工いたします。今ここでやっております。そしてそれは今ここで表現されます。この画面で今加工しているプログラムが動いております。この機械は秘密なんで、どうぞどうぞ。
やっぱり傷は残ってるね。はいはい、そしたら下粗地っていうんですか、はいはい、前 の, あの材料の傷が残ってるやつね。はいはい、これ1から最後まで磨くときに、はい、このバッグって何回ぐらい交換してますか？30回ぐらい買います、いろいろと。はい、30個ぐらいこういうのが用意されてるんですか？あ、そこにありますけど、そういう、はいはい。あ、わかりました。一番チェックする上で気をつけるところはどこですかね？そうですね、この歯に髪の毛がかかっていくかどうかというところを一番見てます。要は滑っていかないかどうかというところです。あとですね、磨き等のチェックポイントで一番チェックするところはどこですか？全体的な傷とか芋とかそういうものを、全体的に見ます。あと裏の破線とか歯のつき具合ですね、それをチェックしていきます。加えていくのか、加えていくというか引っかかっていくのかどうか、まあ切った感触は全てですね。まああとは綺麗な歯線とかになります。それと歯の立ち具合とかその辺を、一応注意して見ていきます。もちろん外見的なスタイル面で、ラインの崩れとかそういうのもないかどうかはチェックしていきます。トギアは芸術的なヘアスタイルを生み出すお手伝いをいたします。